京のお笑いの原点、浅草東洋館。今もなお舞台にこだわる芸人たちがいる。東洋館という場所はどうお考えですか？うん、今ナイツが盛り上げてるけど、もう墓場だと思うんですよ。そう、また今日が入ってくれって言われたでしょ、その時も。言われたけど無視した。とてつもなくこの上をネズミが走るんですよ。離婚しても好きだ。騒いだけどやろうね。聞きましたね。人生博打だから、何のための芸人になったのかってやつなの。こんにちは。どんなに時代が変わっても守りたいものがここにはある。漫才協会ザ・ムービー、舞台の上の懲りない面々。